ウクライナへの侵攻を続けるロシアのプーチン大統領がロシア政教のクリスマスに合わせて宣言した一方的な停戦期間が8日終了しましたただ、期間中も各地で交戦が続くなど停戦には事実上行われませんでしたウクライナ軍の参謀本部は7日ドネツク州の激戦地バフムト周辺で ロシア軍から多数の砲撃があったと指摘しました一方、ロシア国防省は7日ウクライナ軍が攻撃を続けたために反撃し東部ハルキュー州やドネツク州でそれぞれ20人以上を殺害したと発表しました停戦期間は日本時間今日午前6時に終了しましたがウクライナのゼレンスキー大統領は 停戦期間中にロシアの攻撃が止まなかったとしてモスクワがいかに信じられないかということを世界は再確認したと非難しました。